い土地の浸水、ポンちゃん、川の増水や氾濫に厳重に警戒し、身の安全を確保するよう。ポンちゃん、これは一応避難なの？なんか変なごちゃごちゃ線のあるところに突っ込んでるけど。三重県では伊勢市で市内を流れる五つ川の氾濫の恐れがあるとして、ジャン君もこれは避難なの？テーブルの下に入っちゃってるけど、外は、いよいよ大きな音が、しています。風も雨も強いようです。今は朝10時のちょっと前ですね。ここから夜に向けて9時に、秦野上陸のようです。そう、秦野を通っていくっていう予報になっているので、これからどんどん夜に向けて強くなるはずです。さあ、みんな屋根が飛ばないようにね、祈りましょう。今日はずっと家にいるよ。ポンちゃん、ポンちゃん、さっきみたいにお腹をさ、餌店にして遊ぼうよ。
今夜になりますが、もうすでに大雨のところが多くなっています。現在の雨雲の様子です。はい、ちゃんくん、ちょっとまだ寝ぼけてる？ちゃんくん寝ぼけとる？どうぞ。ポンちゃんがお迎えに。ポンちゃんがごつく。起きたーって喜んでますよ。ポンちゃんが、あれ？ポンちゃんが食べるの？ちょっと食べて。はい、うまいね。おいしいね、ジャンク、いいね。はい、じゃあ残り物とまたたびまたたび少ししてあげる。だいぶ、あ、ポンちゃんが少し今頃すりすりか、ヒリヒリして、ヒリヒリ、うん、カメラにシュリシュリ、少し足してあげてください。全部入れると多いと思う。はい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん食べる？もうちょっと撫でる？はい、どうぞ。あ、もういいんですか？うん、ポンちゃん、あら、ポンちゃんもいいんですか？どうぞ。ん？意外とそんなに欲しがらないね。ただね、少しするとまた舐めたりとかする、うん、そしてまたシュリシュリしたりするのね、ポンちゃんね。お金持ちか。あれ、はい、ほら、上機嫌です。シリシリってなった、うん、一応聞いておいて、うん、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。よいしょ。地震速報だってさ、これわかるでしょ。ああ、そうか。台風に加えて今地震がありました。踏んだり蹴ったりですね、ジャン君、ポンちゃん。ちょっと怖いね。うん、やだね。はい。大丈夫だよ。外の音が収まってきました。9時を過ぎています。もう9時半ぐらいかな。9時10分です。9時10分か。キャリーの中からジャン君も出てきました。それを言いかけてポンちゃんも出てます。え、ジャン君、いい感じ。さあ、まだ少し雨風は続くと思うけど、くつろぎ始めたね。屋根は飛びませんでした。今のところね。あと今日の深夜0時まではちょっと警戒を怠らないという形で。頑張らね、よかったね、パンパンちゃん。